Thank you.
ます、タブニアホスいらっしゃいました土曜日の、お昼のライブサタデージャズマティネーと、銘打ちまして、かれこれ、コロナ、ね、明けるぐらいの時から、やってるんですが土曜日の、ね、お昼から、まあ、お茶と、まあ、お菓子とか、まあ軽食食べていただきながら気軽に楽しんでいただけたらなという趣旨で、続けております、1曲目、今お聴きいただいたのはクルト・ワイル、ね、ドイツの人かな元は、ね、ドイツの、三文オペラマック・ザ・ナイフとか、そういう、曲をたくさんそうだと思うんですけどね、書いた偉大なクルト・ワイルの書きました This is New という、曲から始まりましたすごいね魅力的な、古い曲なんですけどもうここには1941年って書いたぐらいなんでもしかしたらもっと曲は古いかもしれないですけどねクルトワイルって古いでもちょっとこうそういう現代的な響きも兼ね備えた、面白い、曲です This is New をお送りいたしました今日のメンバー紹介いたしますまずは今日 の、一緒にずっともう12年このサボを、ね、引き継いでからやってるんですが、アルトサックスも吹くしもちろん、そしてお菓子の、ね、プロデュースとかそういう、衛生管理とか一手にになってやっております、素晴らしいアルトサックス奏者そば島真由美、ね、妻のこと素晴らしいとかで言うのちょっとねあもう僕はもう慣れましたけど聞いてる方は どうかなと思いますがそして、ピアノは、もう本当に日本を代表するピアニストの一人でございます、ね、中本真理さんとかマルタ、ね、マルタヒット&ランとかそういう、そういうメジャーなもう僕らの世界で本当メジャーな、方が来られた時も関西のユニットとして加納くんがいつも、呼び出される、ね、ピックアップされております、個人的にはね僕一緒に今バンドやっててその CD も今月ね、出来上がるということで、もう本当にサブの音楽には欠かせない素晴らしいピアニストの加納慎吾がピアニスト加納慎吾、そして、ベースはもう彼女ももう12年僕この店やってるんですけどそのうちの10年ね、ここに、来てくれております今や本当にもう彼女も関西を代表するベーシスト昔はね10年前だったら女性ベーシストとかね言うたもんですよねもうそんな言う人いないもうそれくらいもう女性がそんなもんもう女性ばっかりのバンドとかもねまあ未だにありますけどもうそう普通ですよねさあこうやったらねもう関係ないというかまあ、もうだからもう演奏ができるかできないかだけで、素晴らしいベーシスト坂井美穂がベース私は長谷川ローでございますありがとうございますこのね YouTube ストリーミングというのもやっております今日も見てくださっている方いると思いますこの YouTube でね生中継をしてるんで何かこう家族にちょっと帰るの文字になるとか大丈夫ですか牡蠣は植木鉢の下に入れたとかもし言いたいことあったら言ってもらえたらと思いますはい、で見てるらっしゃる方はね LIKE とかねいいねとかチャンネル登録とかをぜひコメントもねしていただけたらと思います、もう僕は言いましたよね、ということで、じゃんじゃんやって曲をねお昼のセットちょっと短めに撮ってあるのでじゃんじゃんやっていきたいと思いますスタンダードの、はい、メモリーで、うん、何でもいい、はい、はい、you
Thank you.
ントの、代表曲の一つですね。ね、譜面上はビリー・ストレイホン、デューク・エリントンで共作になっております。デイ・ドリーム、デイ・ドリーム。
ありがとうございます、デイドリームお聴きいただきました。では次の曲で、このセットは最後の曲になります。また、まあ、少しだけ休憩して2回目のセット、まあ、チャージをね、ライブチャージをあと、1000円だけ出してもらえれば、特にね追加オーダーとかもなくても、そのまま聴いていっていただきますので、まあ、時間ある方は、ゆっくりしていっていただいて、お腹に余裕のある方はおかわり飲んだり、まあ、お菓子もね焼きたてでいろいろありますので、ぜひ楽しんでください。今日はね、夜もね、ベーシスト女性なんです。で、大塚さんっていう、自分で言うとりゃね、女性は関係ないとか言って、で今日はスペシャルゲストで、カリフォルニアでずっと活動されて、今は東京に住んでるエディ・メンデンホールさんっていう素晴らしいピアニストが、なんと今ね横浜に住んでるかな、でなんと自転車で来るんです。自転車来るというか、自転車でもうそこら中回って、前も今年もう3回目かな、なんか自転車でいつも来はるんです。いつも結構クタクタみたいなんですけど、好きなんですって、やっぱりこの外で寝るのとか山越えるのとかね、らしいで、もうでも本当にピアノは、もうピアノはっていうか、その本当に素晴らしいピアニスト、貴重な関西で聴ける貴重な機会だと思うんで、昨日なんか滋賀でやってはって、おとついが神戸でやってて、神戸行って滋賀行ってまたということで、無事たどり着けるかっていうのポイントですが、ね、夜はまだ夜で7時と8時半であるので、よろしければ、一回帰ってシャワー浴びてから来れることも可能なんで、では、このセット最後は、また次のセットももちろん全然違う曲やりますので、楽しみにしてください。チャーリーパーカーのレッドクロスという曲で、終わりたいと思います。もう一度、そばちゃんまゆみがアルトサックス、加納慎吾ピアノ、坂井美穂ベース、長谷川ローでお送りしております。
Thank you.
2回目のセットデスサブにお越しいらっしゃいました、そしてライブストリーミングをご覧の皆さんも、こんにちは。そうこの、ね、マイクが、ね、立ってたりするんですけども、これは全てそのライブストリーミング用のマイクでございます。この、ね、お部屋の中は、このサックスとかベースとかも全部生音で増幅せずにやってれます。お楽しみ、感じていただければと思います。では、1曲目はね、レディーラックという曲で、とあるジャズスタンダードの曲コード進行を元に、ちょっとこうユニークに作った。レディーラックはサード・ジョーンズ、ハンク・ジョーンズ、サード・ジョーンズという、ハンク・ジョーンズって聞いたことあります？ハンク・ジョーンズの弟なんですよね。ジョーンズ三兄弟、知らない、ハンク・ジョーンズ、サード・ジョーンズで、エルヴィン・ジョーンズ、ね、コルトレーンと一緒にやる、まあ、3兄弟で、なんですけど、その、ね、ハンク・ジョーンズはなんとこのもうピアノをここに来て何回もライブで弾いたことがある。そんなゆえんのある、僕もだからこの、若かりし頃ここでバイトしてまして、ハンク・ジョーンズが来てこのレディ今の曲を、ね、弾いたのを僕もつぶさに、ております。それ以来すごい、好きな曲で、つぶさってこういう目のこと言うんですよね。つぶさに見るって言わないですか。そうそう。つぶさに見るってどういうなんかね、そうやってこう見てよって感じのね。つぶさに言わへんかな。郷土弁？いや、わかんないです。言いますよね。つぶさに見よう、つぶさにしかと見ましたよみたいな意味ですよね、感じですよ。つぶさにこのね小さな目で笑うのは会えないですか。ということで改めて、そば島まゆみがアルトサックス、加納慎吾がピアノ、酒井美穂さんが長谷川でお送りしていきたいと思います。では今度はチャーリーパーカーセグメントっていう曲を演奏
Thank you.
Thank you.
ビューティーというセロニアスモンコの曲をお聴きいただきました。次の曲でこのお昼の今日のお昼セット最後になります。また毎週土曜日基本的にはやってるんで、ね、この2人はあんまり変わることないんですけど、でも来週は僕と笹井さんのね、デュオかな、あったりとか、あとはまたドラマーが来る日もあったり、いろいろありますんで、気軽に来ていただきたいというのが我々の願いであります。では今日最後に では「スターアイズ」という曲を演奏して今日お昼締めさせていただきたいと思います。もう一度加納慎吾がピアノ、坂井美穂です。
小島真由美と長谷川ロウでお送りいたします。今日は本当に温かい拍手ずっと送っていただいてありがとうございます。スターイズお聴きください。Thank you.
一応。